ホテルランプ。ヒラドという場所柄、オランダの風という意味で名付けられたのかは知りませんが、これは何風の建物でしょうか。添乗員さんから部屋の鍵を受け取り、各自荷物を持って部屋へ向かいます。フロント階の2つ上にある宿泊する部屋の表示は5階で、照明少なく薄暗くて長い廊下をとぼとぼ歩いた先にありました。今動画を見返してみると、この映像は部屋から食堂へ向かう映像でした。宿泊客が多いためか、食事時刻は第2グループが指定されていました。部屋から見る景色は南の島に来ました風です。我々はここをラナイと呼びました。布団はあらかじめ敷いてありました。洋室の客室でベッドだと、テレビが置かれているのと反対側が枕となる配置が一般的かと思いますが、このホテルの布団の敷き方がその逆だったことにちょっとした違和感を覚えました。北枕を避けるためにこう敷きましたとかいう理由からでしょうか。こんな些細なことでも違和感として私の心に残ってしまったのか、夢見が悪く、無表情の見知らぬ人が次々覗き込んでくる、こんな夢を見ました。ええ夢です。人が寝ている間に見る夢です。私はお化けや幽霊などは見たことがありません。ですが、見知らぬ人たちの背景がほぼこんな感じだったのは少し驚きでしたが、それもこれも夢の中での話です。布団の敷き方パワー恐るべし。ちなみに壁にかかった絵の裏、壁に何か貼られていないかのチェックなどしてません。旅から戻った後に検索サイトの検索窓にホテルランプーと入力すると、ホテルランプーの文字に別の単語が添えられた検索候補がいくつか表示されるわけですが、何の関連もなくただ夢を見ただけな私とは違う人がいるのですか的な検索候補も混ざっていたという。宿泊する部屋の様子、風呂なしの部屋でした。なかなかの景色です。建物の前面にグランピングエリアがあって、道路の向こうは海水浴場です。天気が良ければこのホテルも星空が綺麗なのかもしれません。部屋でまったりした後、温泉の前に夕食バイキングへ。空いているブースからがいろいろ失敗、リセットできるものならリセットしたかった。温泉でしっぽり
中心